眠い。眠すぎる、ほんと。しようかな。こっちにしよう。シャインマスカットにします。美味しいかな。うん、美味しい。美味しいこれ。もう眠たすぎて、なんか昨日夜あれからアナザースカイ見たりとかアメトーーク見て、そう、過ごして、眠いで荷造りしたら1時間くらい経ってて、1時で寝なきゃ寝なきゃと思ったんだけど、なんか寝れなくて、そしたらこんな時間になっちゃっても全然寝れなかった。私だって8時55分に起きたもん。で今8時8分、で起きて地上に立ってからちょっとしか立ってない。やばいね。ちょっと1、2、3、4、5、6、7、8、7時間しか寝てない。もう今日は眠い日だ。私ね、10時間くらい睡眠取らないとダメなんですよね最近。あー眠すぎる。でも移動がね、高いので、なんか泣いてる人みたいな眠たい。眠たすぎて涙が出てくる。コンタクト入れたし、もう眠たすぎて
ックしとこうかな。ちょっと真っ黒クロスケになりますね。全然でも8時半9時起きって早くないのにね、なんでこんな眠たいんだろう。パックするのやめました。パックの昨日使った残りを使って朝から花火がいっぱい。まあでも今日配信がないからね、あんまりそんなあれなんですけど、まあでも今年最後だから頑張ります。今日は9時半までには終わりにします。だからもうちょっとで終わりかなって感じかな。すぐ終わりかも。おはよう、とおはよう。たまらたまして、皆さん今年もありがとうございました。やっと喋れるようになった。ありがとうございます。ファンのみんなのおかげでもう楽しすぎる1年でした。そうそう、本当にありがとうって感じ。あら、ニキビちゃんと一緒に新年年越しないといけません。本当にね、いろいろあったんですけど、いろいろあったんですけど、でもやっぱり楽しくて、毎年そうなるんですけど、やっぱ一年振り返ったら楽しいなっていうふうに思うんですけど、ここで満足せずにみんながねもっと喜んでもらえることが私も仕事を通してお返しできるように精一杯頑張りたいと思います。そう、まだ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 頑張りたいと思います。でまずはなんかショールームですね。ショールームは一番ありがとうございますって感じですね。本当にここまで続けてこられてるのもみんなのおかげなので、本当にそれはありがとうって感じ。本当にとってもありがとうって、ショールームは特にね毎日してたので、何があってもしかったね。ちょっと目が覚めてきました。もうさっき視界がねこのくらいだったんですけど、今このくらいまで起きました。
かな。まあこうやって配信がねを続けてたのもやっぱなんかファンのみんなにとってね楽しかったらいいなとは思うんですけれども、もはい、ちょい待ち、美容液を取ってきます。最近あっちにしちゃうんだって。洗濯機の音がめっちゃ聞こえるね。そう、洗濯を回してるんです今。で、私がハウステンボスに行ってる間に、そう、新年起きたらもうピカピカになってるっていうお家がね。そう、嫌じゃん。だって来年お家に帰ってきてもう洗濯回さなきゃっていうのが超嫌なので、そうなのでハウステンボスに行ってる間に乾かしてもらおう、頑張って。だから昨日も夜そのなんかいろいろ片付け始めちゃって、私もよくないんだけど掃除機とかしちゃったんよ。そしたらさもう遅くなるやん寝るの。なんかいらないものみたい。もうそしたらこんな眠たくなっちゃうんだもん。あ、せっかくだからニキビパッチしよう。こんなのも使っちゃおう。しょ、最後に乳液します。今日は 夜まで長いのでいっぱい保湿です。1324ってありがとう。じゃあ25分で終わりにしますね。あと5分。今日何着よう。なんか可愛く着たいな。なんかさ、もしか写真とか撮れちゃうかもしんないやん、ハウステンボスで。だから可愛い服着ときたい。
何着ようかな。これにしようかな。久々に。で、アウター何にしようかな。黒にしよう。メール楽しみにしてます。あー、メール楽しみにしててください。佐世保の天気はどうですか？どう？佐世保の天気は。何か分かる方いますか？あれ、あ、あった。ステップ1、曇り？グーグー。うわ、鼻がスースーする。どう、これも取っていきたい。あー、前髪がオルフェスさんの撮影の時にいただいた、これよく使ってます。曇りだったらいいですね。今回は室内なので。こういうのがね、ニキビパッチがあってね、私ニキビと年越ししたくないので、こういうのをね、こうやって、もうちょっとのニキビも許しません。こうやって、こうやってした後にピタッ。痛い。ここに見えないでしょ、貼っておきます。すると治ります、多分。とてもいい感じ。見えないんだよね。降らなそうよ。よかった。
今日誕生日を迎えましたです。だってじゃあみんなでおめでとうの歌を歌いましょう。そうさんお誕生日じゃんじゃんおめでとう。ハッピーバースデーそうさん、ハッピーバースデーそうさん。こんな朝の私だけどちょっと書かせていただきますね。こちらありがとうってかおめでとう。こんな朝の私に。だから今日言ってたよね、年末がお誕生日ですって。だから今日のショーでも楽しみにしてくれたのね。ありがとう。すごいね、年末。すごい。年越しそばがケーキみたいなもんだね。すごい、お誕生日おめでとう。みんな言いましたか？おめでとう。めっちゃ目覚めた、私今。お誕生日ってなったらめっちゃ目覚めた。すごーい、ありがとう。すごくすごく目が覚めて文字が書けるようになりました。誕生日おめでとう、たまありがとう。じゃじゃーん、さすが。ちょっと待って、ちょっとこんな特徴載せられそう。ちょっと待ってね、ちょっと可愛くします。可愛くするタイム、もうちょっと可愛くするのにはちょっと限界があるけど、うん、まだいい感じです。ありがとう。これで入る？復習してね。ありがとう、お誕生日おめでとう。来年も私と楽しい一年にしましょう。おめでとう。なんか誕生日って聞いて私まで嬉しい気持ちになっちゃいました。はい、なので今日はこんな感じでもう終わりにしたいなと思います。終わりにしたいなと思いまする。本当に皆さん今年、朝はあれでしたけど、今年も一年ありがとうございました。もうみんなのおかげで楽しい一年でした。来年もりのちゃん推しでよろしくお願いしますね。はい、ではちょっと昨日長く配信したので今日はもうこれで。ランキング読みます。13位がタラの魚さん、12位が牛さん、11位がハシムチ、10位がニシプー、9位がガオ、8位がコウジ、7位がマトンさん、6位がトモさん、5位がヤスさん、4位が
はね、6位がトマさん、5位がヤツさん、4位がポン太郎、3位がノブリン、2位が佐世保のてっちゃん、1位が今日誕生日のソウさんでした。おめでとう。そしてみんなありがとう。全部読めなかったんですけど、朝からいっぱいアイテムとかおはようコメント、私がさ、あの朝もうこの時間しか配信できないって言ったら、皆さんはもうなんとか集まってくれて、私がもう15分しか配信しない時もいいよって言って言ってくれて、眠たい、お腹空いた、お風呂入るのめんどくさいが多かったかもしれないんですけど、今年もいっぱいショールーム見てくれてありがとうございました。仲良くなれたと思います、みんなと。さらに、はい、なので今日は美味しい、これ話してます、頑張ってきますので、皆さん今年もありがとうございました。とっても好きです、私1年ありがとう。では良い私を、あの年越しを迎えてください。あー美味しかった、これはおすすめです。だけど秋限定って書いてるわ、売ってないかもね。バイバーイ。では私を。